CGS 動画の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も親子で学ぶ偉人伝をお送りしていきたいと思います。講師は小柳さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日で3回目になりまして、神武天皇、崇神天皇の話を聞いてきたんですけども、はい、今日は14代の中愛天皇と、神宮皇后の話。はい。はい、お二人もご夫婦ですので。そうですね、はい。はい。セットで聞いていきたいと思います。はい。はい。お願いします。実はこの中愛天皇、第14代天皇になるんですけども、はい、この時に、九州の熊祖が大規模な反乱を起こすんですね。はい。で、この反乱っていう、熊祖の反乱っていうのは結構日本の古代史にちょいちょい出てくるんですけども、なんで反乱を起こしたかっていうことをちょっと先に触れておきたいと思うんですが、はい、神武天皇の時代からお米を中心にして、で全国からお米をちょっとずつ集めて、困ったところがあったらそこにお米を送ってあげて、はい、でお互いに助け合っていきましょうっていうのが日本っていう国の成り立ちになるわけですね、はい、これが日本っていう国の初期要件になるわけです。でそれを満たしていく、っていうことですから、当然税はお米で払うっていう、はい、こういう制度になっていくわけなんですけども、ところがですね、九州っていうのは、九州の特に南九州っていうのはシラス台地なんですよね、はい、シラス台地って火山灰なんですよね、うん、で田んぼ作ろうと思っても、田んぼってほら水を張って田植えをするわけじゃないですか、はい、ところが下が火山灰だと水張ろうと思っても水が全部染み込んでしまって、うん、田んぼ作れないわけですよ。ということはつまりお米作ることができないわけです。でお米作れないんだったら、じゃあいざ災害が起こった時に、いやそのまま死んじゃっていいの、はい、いやそれまずいだろうって、もともと熊祖っていうのは同じ大和民族で一緒になって頑張ってやってきたのに、はい、いやそんな冷たい話ないよね、じゃあどうするっていうことになって、でじゃあ堤防工事をしたりとか、あるいはその兵隊を出したりする、こういう人を出すっていうことを代わりにやりましょう、はい、で普段人を出すから、その分もし毎日のことがあった場合にはお米ちょうだいね、はい、うん、あ分かった、それで行こうじゃないか、はい、でこれで結構無事に進むんですけれども、ところが例えば堤防工事をする、あるいはその兵隊さんに出るってことになると、時々やっぱり災害が起こったり事件が起こったりした時に多くの命が失われるっていうことが発生しちゃうんですよね、はい、でこれお亡くなりになるばかりではなくて、怪我をするという場合も同じでして、でうちのせがれが労役でね、堤防工事で出てたけれども大怪我して、もう本当に再起不能の状態で帰ってきた、これやっぱり辛いじゃないですか、はい、でそれも何人も何人もまとめてそういう状態になったりすると、また次に人出してくれって言われても、はい、いや申し訳ないけどもうこれ以上人出すことってできませんよと。だってそうですよね。お米っていうのは、まあ、西日本の場合には二期作って言いまして、年2回収穫するわけです。だから年2回税を払うことができるんです。ところが人間って、例えば16歳の若者を一人養うためには、16年かかるわけじゃないですか、はいはい。そうそう簡単に次から次へ出してくれると無理ですと。で、無理ですっていうことになった時に、いや、そうだよね。あんたのとこも、若手がもうこれじゃいなくなっちゃうから、じゃあ今回パスにしとくねって言ってくれるような優しいお代官様がいてくれればいいんだけれども、はい、なかなかこれがね、頭が硬くて、いや、決まり事でございます。この今回は150人出していただくということになってるじゃないですか。いや、そこ80人で何とかしてください。ダメですってやられちゃうと、もうだったらもう無理です。出しませんってなっちゃうんですよね。はい、で、これで、出すはずの人を出さない。つまり税を払わない。で税を払わないということだと他に示しがつかないから、中央の朝廷から兵を派遣して、まあ、無理やり、圧迫して人を出させるということをしなくちゃならないということになってくるわけです、はい、でちょうど第14代中愛天皇の時代にこの事件が起こるわけです、うん、で中愛天皇はまあ、決してその戦いをするとかそういうことが目的ではないけれども、でもいずれにしても示しがつかないから兵を出すしかあるまい、はい、ということで、うん、で、天皇自らですね、九州の熊祖に向かって出陣しようとするわけです。で当時は遠くの方まで軍を出すことになると、奥様皇后陛下も一緒にこう同行されるんですね、はい、で、皇后の神宮よ、お前も一緒においで、では船に乗ってさあ出かけようと思っていざ出発しようとしたら、この時突然奥さんの神宮皇后が神がかりになっちゃう。はい、神がかりになっちゃう、はい。で、何言い出すかと思ったら、
お九州の熊洲に行くのではない、あ海を渡った朝鮮半島に白木の国という国がある。その国は黄金にあふれ、銀にあふれ、色とりどりの色彩にあふれた竹ぶすまの白木の国である。うえーとこう突然そういう株価格になって話をするわけですよ、はい、まあ、僕がやってもあんまり色っぽくないと思いますからこれはまあ女性がやるとね、多少色っぽくなるのかもわかんない、はい、でそれを聞いた中愛天皇、神様のお告げであるんだけれどもですね、ちょっと納得できないんですよ、うん、なんでかって言ったら白木の国っていうのは当時めちゃめちゃ貧乏だったんです、うん、で黄金とか白金って銀ですけども、金銀に囲まれた国じゃないんですよ、うん、それが金銀に囲まれた国だった。でさらに色とりどりの色彩にあふれた大変豊かな国だと。いや、それおかしいし、そんなことないし。で、さらに、このご神託の中身が、タクブスマの白木の国って言ってるんですね。で、タクブスマのタクっていう漢字が面白いんですけども、うん、拷問の拷っていう字書いてあるんですよ。はい。で、拷問の拷っていうのは底辺なんですけど、これ気辺になってるんですね。で、気辺のタクっていう字ってどういう字かっていうと、要するに ものをパンパン叩く。叩くことを意味します。で、タクブスマっていうのは襖ですから、襖を叩く。で、現代用語ですと、襖っていうのは、障子とか襖のこう、開けてね、あ、いらっしゃいませってやるような襖のことを言いますけども、この時代、襖って言ったら、お布団のこと言うんです、うん。で、みんなが、さあ寝ましょうっていうことになって、おやすみと言って、布団に入って、あー、疲れたな、今日も一日、もう辛かったな、まあ、ぐっすり寝よう。おやすみ。はいはい、おやすみ。じゃあね。とこう寝ようとしたところに突然ですね、むっくり起き上がったかと思ったら、ふとこの寝室の中で布団をパン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 叩かれたら、まずうるさいで、ほこりが立つ、はい、とてもじゃないけど寝てられないって、はっきり言って迷惑でしょ、はい、でこの目、あの意味のないことをパン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 でやって大騒ぎしてみんなに迷惑をかけることをタクブスマって言うんです、はい、でタクブスマの白木の国だって言ってるわけです。つまり白木の国っていうのは、そうやって周辺の国にもう本当にもう意味のないことをわーわーわー言って、もう本当にこう理解に苦しむようなことを言いながら周囲の国々に迷惑をかけるという特徴があって、はい、でその神様もちゃんと分かってるから、うん、タクブスマの白木の国だって言ってるわけです、はい、全然黄金の国じゃないじゃんって、全然色彩にあふれた美しい国じゃないじゃんって。いや、ちょっとまあ神様のご神託ということで、しかも皇后に降りたご神託であれば無視するわけにもいかないかもしれんが、いや、これ意味わかるかお前。いや、天皇わかりません。お前わかるか。いや、わかりません。じゃあまあ予定通り熊洲征伐に行くしかないであろう。よし、では出陣と言って出発しようとするんです、はい、で出発しようとしたらですね、突然中愛天皇うっとなってしまって、お病気で倒れてしまって、はい、うん、そのままお亡くなりになっちゃうんですよ、はい、でさあ大変ですよね。で皇后陛下の神宮、まあ、神宮皇后と言いますけども、神宮皇后は、まあ、あの陛下がお亡くなりになってしまったんで、まあ、一定期間喪に服すわけですよね、はい、で喪に服した後さあどうしましょうってことになるわけです。熊洲征伐に行くのか、ご神託があったんでご神託の通りに白木征伐を行うのか悩むわけですよ。でもやっぱり神様のご意向ということであれば従わなければならない、ならぬであろう、では参ろうっていうことになりまして、はい、で自らですね、あの鎧を着て武装して、はい、うん、で白木の国に向かって進んでいくんです。この時にまるで大殿のごとく船が山に登るがごとく勢いで、うん、ドゥワーッと進撃したというふうに書いてあります。もともと日本というのは海洋民族の国家なんで、うん、船というのは得意なんですね。だから海を渡って大軍を持って白木の国でダーッと攻めかかる。白木の王様はどうしたか。まさかね、倭国が、あの強い倭国がいきなり自分たちのところに攻め込んでくるなんて思ってみないもんだから、うわーこれは大変なことになったと言って、もう自ら進んでダーッと出て行って神宮皇后の前に行って、神宮皇后様申し訳ございません、私ども悪いこといたしました、もう二度とこのようなもう悪さはいたしません、お誓い申し上げます、また来年から毎年朝貢の使者を必ず送り、人質も送り、もう日本の忠実な部下になりますので、これでもう勘弁してくださいってやるわけです。これそういうふうに言った時にちゃんと日本書紀に書いてある、はい、でこれを見て同じ朝鮮半島にあった百済と
それから高句麗というまた別の国があるんですけども、この2つの国も一緒に神宮皇后に忠誠を誓って、はい、で翌年から朝貢を始める、つまり日本の部下になりましたというふうに古事記も日本書紀も実は書いています、はい、そしてこれによってこのことをもって神宮皇后の三冠征伐というふうに呼ぶわけなんですけれども、ところがこのことが実は現代の我々にまで影響を及ぼしている。どのような影響を及ぼしているかというと、はい、チャイナっていうのはまあ軍もう大昔から軍事大国なんですね、はい、戦争ばっかりやっていてめちゃめちゃ戦争強いわけですよ。でチャイナっていうのは沿江近郊といいまして、すぐ隣の国を攻めるために、はい、そのもう一個向こう側にある国と仲良くする、うん、でそうすることによって真んその国境を接している国が中国に攻め込もうと思った時に、その向こう側にいる国が後ろからちょんってつつくと、いやちょっと軍事行動ストップするしかないしってことになって、チャイナが守られるっていう、これずっと戦略としてあるわけですね、はい、で朝鮮半島が倭国の部下となって、チャイナとその国境接チャイナがあって朝鮮半島があって日本があるというこの地政学的な位置づけから、チャイナは朝鮮半島と隣国境を接しているがゆえに、その向こう側にある日本と仲良くするという戦略を取らざるを得ない、うん、ということになってくる。そうですね。で結果として日本が直接チャイナから軍勢を送られて攻められたっていうのは、朝鮮半島が中国の一部、つまり元の大帝国の一部となった時の現行、この時だけで、それ以外およそ1800年ぐらいだというふうに言われてますけれども、この間日本は一度もたった一回元寇があっただけで、あとはチャイナに攻められるということがないという状態がついてきている。だからそのことによってどうなったかというと、実は世界で最も黄金の産出量が多いのが日本だったんですね、はい、銀の産出量も多いんですね。で黄金そして白金銀に囲まれ、色とりどりの色彩豊かな服をファッションをみんなが楽しむことができる、そういう国で日本があり続けることができた、うん、ということは神様のご神託っていうのは黄金の国、白金の国、そして色とりどりの色彩にあふれた豊かな国というのは実は日本のことで、はい、それを守るために今まだ新羅がそれほど強くない時に新羅を制圧しなさいというご神託であったということが後で分かるわけです。でこの神宮皇后の三冠征伐、これを行った時の神宮皇后はなんと妊娠6ヶ月の身重であったと、うん、で大きなお腹を抱えて、それだけの大きな功績を残してくれて、おかげで今我々は平和な国の日本にいることができるという、これが神宮皇后の物語になります。はい。はい。ありがとうございます。神宮皇后の話なんかね、僕も古事記で紙芝居にさせていただいたんですけど、はい、 はい、 はい、はいはい。まあ全然やっぱりみんな知らないと。お札にもなってたんですよっていうのがみんなびっくりするぐらい、もう本当にね、実在じゃないかもしれない。実在かどうかっていうことよりも、そういうお話がちゃんとこの14代天皇の、中愛天皇と皇后、神宮皇后の間にあるんだということを知っておくことがやっぱり我々大事かなというふうに思うんですよね。はい。ので、まあ、今日詳しくお話しいただきましたので、ぜひですね、この中愛天皇神宮皇后の話を覚えておいてください。九州の方とか行かれるとね、福岡とか行くと、その、日が残ってますから、神宮皇后ここ立ち寄りましたよとかね、ここで、軍を整えられてから行きましたよとかですね、うん、はい、そういう場所が至るところに残ってますので、はい、ぜひそういった場所もですね、また訪れていただくといいんじゃないかなというふうに思います。歴史は続いてる。はい。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。